鹿児島放送、株式会社鹿児島放送、鹿児島放送は、鹿児島県を放送対象地域としたテレビジョン放送事業を行っている特定地上機関放送事業者である。略称は、KKB で、案系列に属する。1982年10月1日に開局。テレビ朝日系列フルネット局では11番目。 九州のテレビ朝日系列フルネット局では、福岡県の九州朝日放送に次いで2番目、日本国内の民放テレビでは99番目、鹿児島の民放テレビでは、南日本放送、MBC、鹿児島テレビ放送、KTS に次いで3番目に開局した。KKB とは、KK 鹿児島ブロードキャスティングの略であり、放送局の略称としては、少々強引である。 理由は、正式な英称である、鹿児島ブロードキャスティングコーポレーションの略である、KBC と同系列であり、九州、沖縄、山口地区の同系列の機関局である、九州朝日放送が、すでに使用していること、半年前に開局した、日本テレビ系列の熊本県民テレビ、KKT を意識したためである。演奏所社屋は、鹿児島市にあり、 演奏所に隣接して、住宅展示場、MBC ハウジングフェアが、道路を挟んで東側に、KTS オートシティがある。また、鴨池運動公園、鴨池陸上競技場や鴨池野球場などを挟んだ、北側には、鹿児島読売テレビ、カイトと南日本新聞の本社がある。主要株主には、MBC も連ねており、MBC の社真、 MBC50 年の奇跡、2004年では、KKB 開局時の協力、MBC の社員執行や、中継局の共同使用などをもって、KKB との関係を、兄弟会社を思わせるものと表現している。ただし、沖縄県の琉球放送と、琉球朝日放送のような、いわゆる、一局二派、社屋共有や、社員の相互出向、派遣といった方式とはやや異なり、 資本比率は、テレビ西日本、TNC、福岡県の富士テレビ系列局の方が高い。局キャラクターに、プラッピーを採用している。主な自社制作番組として、平日18時台、日本標準時、以下同様の、報道番組、KKB スーパー J チャンネルや金曜深夜の、キングスプ、2002年に、開局20周年記念番組として開始した。 KKB ふるさと CM 対象などがある。鹿児島県に隣接する宮崎県には、テレビ朝日系列のフルネット局がないため、都の城市、海老野市や福島市などを中心に、約10万3000世帯、宮崎県内の21%、ケーブルテレビを除く、アナログ放送が受信している。また、宮崎県内のケーブルテレビ局のうち、宮崎ケーブルテレビ BTV ケーブルテレビでは、 カイトと共に、区域外再放送も行われている。宮崎ケーブルテレビでは、トランスモジュレーション方式で、KKB を再送信しているため、ワンセグは利用できない。宮崎県に対する扱いは場合により異なり、KKB スーパー J チャンネル内で過去に、放送されていたコーナー、J チャンマイペットでは、都の上司のペットが紹介されたのに対し、番組モニターや、 小学生クラス対抗30人31脚鹿児島大会、現在は、終了などの募集では、対象外とされた。親局、送信書は、鹿児島市紫、バルの住宅街に設置されており、MBC、テレビ 40CH FM、FM92.8、メガヘルツと、NHK 鹿児島放送局、総合 34CH、教育 18CH、FM 鹿児島、 79.8MHz も KKB の送信書を使用する。NHK と MBC はアナログ放送では上山から VHF 帯で送信していたが2006年の地上デジタル放送開始に伴って当地へ移転する形となった。FM 鹿児島の電波も MBC の白山送信書から送信されていたが MBC のアナログ放送終了に伴って2011年8月に当地へ移転した。もともと KKB 開局以前は MBC が所有していた土地であり、MBC の復旧基地局も KKB 開局後、1986年4月に送信所内の地上48メートル部分に併設されている。地上デジタル放送において大規模 重要とされているものを記載する。地上デジタル放送における、開局順に並べた。小規模局については公式ウェブサイトを参照。送信書数は、先発2局、MBCKTS に比べ若干少なく、カイトと同等の送信書数である。アナログデジタルの列はチャンネルを表記。所在地は、自治体単位、離島については、透明も付記している。 中継局名からは中継局記事へリンクしている。2011年7月24日、定破時点。企業、団体の名称、個人の肩書きは当時のもの。出展。1978年12月に、鹿児島にも民間放送第3局目の電波割り当てがなされたが、鹿児島県側は熊本県の様子を見てから開局することとなった。 46社からの免許出願を、鹿児島県が10グループに編成した上で一本化し、系列は、マスコミ資本の関係で、熊本県が日本テレビ系列、KKT 熊本県民テレビ、1982年4月1日、開局、鹿児島県がテレビ朝日系列となった。1980年代初頭は、地方局においてはまだ、クロスネット局が主流であり、 KKB の開局は、鹿児島県内の放送局の系列化の第一歩となった。1982年9月3日に、鹿児島市の市原から試験電波を発射し、9月23日にサービス放送が開始され、10月1日の6時55分に、本坊と与吉社長、当時、本坊酒造社長の挨拶をもって開局した。 最初に放送された番組はアンニュースセブンで同日午後には地球へ劇場版が放送された。技術関連の業務は KKB の開局の際に設立された放送技術者テレビ朝日グループが担当し、たテレビ朝日系列局や FM ラジオ局、FM、鹿児島などの技術も受託している。1986年には KKB 子供博を 開始2009年以降は、肘脂市。開局当初鹿児島県本土にしかなかった中継局も整備が進められ、1989年に天見大島の基幹中継局となる。なぜ中継局が開局 ?1993 年には、県西南端の与論島にも中継局が開局し、県内カバー率がほぼ100%となった。2006年12月には、 地上デジタル放送を開始し、開局当初から使用されたロゴマークが変更された。2007年3月にはマスコットキャラクターのプラッピーが登場し、現在に至る。2017年、開局35周年を迎えるにあたり、現社屋、本館横に放送設備、マスターを備えた新館、KKB アネックスと故障を建設。建設自体は、 前年の2016年より始まり、2017年3月に完成。満35年を迎える同年10月1日より運用を開始した。設計は登場設計。思考は渡辺組と上村組。新マスターと統合バンクは、東芝インフラシステムズ、ニュース制作創出システムは、ソニービジネスソリューションがそれぞれ担当した。新刊は、 鉄筋コンクリートの地上を4階建てで、東日本大震災をきっかけに津波に強い、新幹整備を目的とし、最上階に自家発電設備、地下に2万リットルの発電用燃料を備蓄できるタンクを設置し、停電時でも1週間程度の連続運転を実現した。2階には、ニューススタジオ、100平方メートルや、災害時に対策本部を置く危機管理室を設けている。 放送時間はいずれも日本標準時。テレビ東京系過去には、KTSMBC の編成から外れた、日本テレビ系や TBS 系の番組を放送した、例がある、機動警察、パトレーバー、闇金牛島くん、シーズン1、星雲仮面マシンマン等。なお、MBC、KTS で放送されていた、テレビ朝日系の遅れネット番組のうち、 1982年4月から9月までに最終回を迎えた番組、主にドラマやアニメは当該局では後継番組に継続されなかった。これは10月に開局する KKB で同時ネット化となることが確定していたため、途中でネット変更同時ネット化による空白が生じることを避けるための措置であった。そのため、西部警察パート E、宇宙刑事ギャバン、戦闘。 メカザ・ブングル、大戦隊、ゴーグルファイブなどいくつかの番組が、KKB 開局と同時の放送開始となったため、1話から途中までが当初放送されなかったが、一部番組は後に再放送枠で1話から放送された。同時ネット番組、帯番組、および一部自社ネットの番組に限っては、KKB 開局直前まで放送された。 なけい KB 開局前の最後のテレ朝系番組は、MBC はアフタヌーンショー、KTS は木曜22時ドラマ枠であった。他、多数、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。